高校受験などを控えた中学3年生に、大井川鉄道が滑らない砂とごま木を贈呈しました。この縁起物の贈呈は、高校受験を無事に乗り切り、将来大井川流域を支える人材になってもらおうと、大井川鉄道が沿線の4つの中学校で行うものです。今日は職員が島田市の金谷中学校を訪れ、3年生の代表に滑らない砂とごま木を手渡しました。滑らない砂は鉄道車両が急な坂を走行する際に滑り止めとしてレールに撒くものです。そして生徒の願い事が書かれたごま木は SL の釜で完全燃焼させます。教室に戻った生徒らはごま木に受験などへの思いを書き込んでいました。高校サッカー選手権全国制覇です。ごま木を信じて高校に行って頑張ります。志望校合格滑らないです。頑張れそうですか？頑張ります。